広瀬まりのおしゃべり見聞録は、広瀬まりが感じたことをありのままにお伝えするポッドキャスト番組です。広瀬まりのおしゃべり見聞録。この番組は広がるつながる情報発信 IT コンサル光、 iPhone、iPad で生活が変わる有電クラブの提供で、木下城伝承館堀部邸からお伝えしております。今日は第141話でございます。今日はね、経験値というお話をしようかなと思っております。何の経験値か、まあ経験値、経験したことなんですけれど、基本的に私歌い手でございます。まあそのことね、分かってますよね。でも音大とか出てないんです。よくどこの音楽大学を出て見えますかっていうふうなことを聞かれるんですけど、実はそういった意味ではこう特別に、音楽教育を受けましたという感じではないんです、まあ、好きでやっている。でそれがすごく昔はものすごくコンプレックスだったんですね、教育受けてないからって思ってたんですが、続けることによって克服できるものもあるかな。でまあ、昔からそれも思ってたんですけど、たとえ音楽大学を出た方でも今歌ってないんだったら歌ってる私の方がいいんじゃないかなって。別に偉いわけじゃないですよ。でも続けることによってそれをこう、まあ、学んでらっしゃった方よりもできることもあるんじゃないかなっていうのがこう自分のコンプレックスであり支えであったんですね。で最近やっぱりこれも随分長く続けさせてもらってますので、こう経験値の中からやっぱり正論をこうゲットすることができるんです。時間はかかります、確かに。まあ誰かに教えていただいてそうかって思うこともやっぱりそれ早くていいんですけれど、自分がこうどん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 やってきて、あそうかこれいいんじゃないと思った時に、学んだ人にねね、これこういうことを思ったんだけどどうかなって確認をすると、あ、そう、それね、あの学校でも学んだよなんていう言葉が返ってきたりします。そうすると誰かから教えられて入ってきたものより自分の経験の中から得たものっていうのはやっぱり強いんじゃないかなというように今感じてます。もう本当にとっても時間はかかるんですけど、その分あの体の中に染み込んでいるものがあるんじゃないかなっていうふうなことを最近感じるようになりました。で確かに経験値って邪魔になる時もあるんですよ。これをやったらこうなってこうなってこうなるから、じゃあやらんとこうかなっていうことにもなりがち。それがまあ年を重ねていって冒険心がなくなるっていうことにつながる場合もあるかとも思うんですけれど、まあ、それは自分でちょっと克服をし、挑戦する気持ちを忘れなければそれは克服できると思うので、ただ何者にも変え難い、繰り返しやっていくっていうこと、この間誰かにこの間こうある人に言われたんですけど、マリッペさんスキルがあるからねって言われたんです。まあ、スキルの意味はちょっとよく分かんないんですけど、いろんなことできるよねっていうふうに言われたのかなって思うんですね。でいろんなことできるよね、でそれもまあそこそこ失敗せずにいろんなことができるよねという意味で言われたと思うんですけれど、なぜできるのかって言ったら、私の場合は経験しかないんです。もう恥かいて大失敗もいっぱいしてきて、でもやらなきゃいけないっていうところで自分でああでもないこうでもないってやってくる、その経験することによって、そうかこういう場合はこういうふうに対処をすれば、まあそこそこ完全ではないかもしれないけど、そこそこ間違いのない対処ができるんだなっていうのは本当に経験の中から積み上げてきたものがたくさんあります。でそういうことの中で、なのでとても自信がなかったんですね。いやだってちゃんと学んでないしっていうのはすごくあったんですけど、いやでもそれを超えるだけの、スキルがあるよねっていうことを言っていただいたおかげで、そうか経験することっていうのはすごく大事なことなんだな、どんな経験も、まあ、これも繰り返して言いますけど、どんな経験も無駄はないな、その中から自分がたくさん学んでいるなということを本当にしみじみ感じるようになりました。だからこれからそれをバッてこう出していきたいななんて思ってます。皆さんもやっぱ経験すること、それから挑戦することを怖がらずに進んでいただければいいかななんて思ってます。
その一つといたしまして、年末は言いましたね、昨日も言いました、年末12月31日の夜11時からは広瀬真理の行く年来る年という番組をやりたいと思います。やりたいと思いますじゃなくてやります。やりますので、皆様からの今年の思い出、そして来年の目標といったメール、それからファックスをお待ちしております。ですので、ぜひぜひ、メールいただければと思います。メール、ファックスいただければと思います。メールのアドレスは、info@marifan.club、info@marifan.club、忘れてました。ツイッターでも受け付けております。ハッシュタグは、シャープの後に、ひらがなでマリファン、シャープマリファンで受け付けます。ファックスは、ファックス番号、050-3488-4216、050-3488-4216で受け付けております。当日でもいいですけれど、できれば事前にね、皆様からのメール、ファックスいただけるとありがたいです。それでは141話はこのあたりで。今日の番組はいかがでしたか？皆様からのお便り、リクエストなどを募集しております。メールアドレスは info@marifan.club、 info@marifun.club です。たくさんのメールお待ちしております。 YouTube チャンネルもありますので、そちらもご覧になってチャンネル登録をお願いいたします。マリッペ TV で検索してください。それでは次回もお楽しみに。